お腹が、お腹が痛い。まだあと4やのに、信じられへんぐらいお腹が痛い。あかん、無理や。全然考えまとまらへん。一回トイレに行こう。うるさいな。全部口から出とる。チキン会場やぞ。すいません。すいません。はいはい、何ですか？ちょっと、お腹が痛くて、トイレに行ってきてもいいですか？トイレですか？無理やろ、そんなもん。もう限界なんで、行ってもいいですか？構いませんが、再入室不可ですよ。え？再入室不可ですよ。いや、ついてきていいんで、不正なんてしないんで。そういう問題じゃなくて、ルールなんで、はい。不正なんてしようがないじゃないですか！ルールなんで。いや、スマホを預かっといてもらっていいんで。ルールなんで。不正なんてしようがないでしょうが！ルールなんで。ボルテージどうなってんねん？過去にですね、いろんなやり方で不正をされた学生さんたちがいらっしゃってですね、不正対策が徹底されてるんですよ。それは知らん。僕だけを見てくれ。目減るか。第一志望なんですよ。今日のために頑張って勉強してきたのに、トイレで大丈夫なんて。まあ、どちらかはゲートアウトしてもらわないと。嫌な言い方？なんで試験会で止められなあかんの？はい。バイトやんな。バイトが僕を止めんなよ。マニュアル通りの対応です。下手したら人生かかってるんよ。それをなんで、バイトに邪魔されなあかんねん。これ僕のせいなんですか？違うな。まずなんで試験中にトイレ行ったらあかんの？そもそも論すぎる。世界には僕みたいなお腹が弱い人って5万とおるわけ。特に男性とか。はぁ、あ。僕みたいな IBS 持ちはさ、試験とかさ、面接とかさ、お腹痛くなるに決まってるわけよ。トイレ行ったらそれで不合格ってひどくない？いや、まあ。真面目に頑張っても生理現象で不合格になる僕らの気持ちわかる？俺は。辛さわからんやろ、僕らの。いつから複数形に。真面目にやればやるほど真剣になればなるほどお腹が痛くなるんよ、こっちは。互いにさ、心のユニバーサルデザインが必要じゃない？いや、知らないですね。心折れはるこんやん。もう一瞬待って不合格でいいんちゃいます。言い訳ないやろ、受験生のことなんやと思ってんねん。仮に合格してもずっと今日のことでいじられますよ。どういうこと？合コン行っても陽キャにこいつもらしやでっていじられて、もちろん漏らしに彼女なんてできんくて。え？4年間ずっと漏らしていじられて過ごすことになりますけど、いいんですか？いや、まだ漏らしてないねん。時間の問題じゃないですか。やからトイレ行かせろって言ってんねん。構いませんが、再入室不可って言ってるんです。臨機応変を聞かせろって言ってんねん。この世界じゃ、思いやりよりも秩序が優先されるんですよ。この時間一番もったいなくない？どちらにしろまだ問い4ですよね。このペースで全然間に合いませんよ。今からトイレなんか行ったら、全然間に合わないと思いますし。ちょ、もう合格は難しいんじゃないかな。あ、ちょ、まずトイレでおこうさておき、とこの遅すぎじゃないですか。ちょ、検定解ける解けないもありますけど、ペース配分も重要ですよ。それは、後先考えずに進めも仕方ないっていうか。あんまり焦らさんといてくださいよ。出ちゃったじゃないですか。もう誰か助けてくれ。もう結構です。用が済みましたんで。用が済んだというか、用足したというか。